おはよう、スパイ758くん。今回君にはグランドキオスク名古屋の土産菓子について調査してもらう。グランドキオスク名古屋には様々な土産菓子が存在するが、土産物というものは値段が高いというイメージがつきまとう。そこで君の任務だが、すぐに買える、安く買えるという条件のもと、最もコストパフォーマンスが高い、すなわち最も1個あたりの単価が安い土産菓子を調べてもらいたい。検討を祈る。ここには老若男女あらゆる人間がビジネス、観光などさまざまな目的で訪れる。我々はその一枚で最大の土産を買い、グランドキオスク名古屋の商品を調査した。店内で販売されている全ての土産菓子のリストを作成、安いものを計算により導き出し、ランキングを作成した。第3位、カントリーマアム小倉トーストフードに、単価 47.25 円。カントリーマアムを名古屋名物オクラトースト風味にしたもの、名古屋限定商品である。オクラあんとバターの風味を同時に再現、年齢世代を問わず職場学校で分けるのに最適である。第2位、単価 43.2 円。名古屋の老舗和菓子店龍口屋コレキオの銘菓、紅白一対の日菓子、和三盆糖の上品な甘さが特徴であり、茶菓子として最適であると言えよう。第1位、名古屋城、単価 38.6 円。高級なホワイトチョコレートをナッツ入りクッキーで挟んだもの、その名前は高級志向と言われる名古屋城に由来する。さっくりとした食感は女性へのプレゼントに最適であると言えよう。良い情報ありがとう、スパイ758くん。私もいずれ名古屋に向かうとしよう。